まあ、てか、まあ、基本色物じゃないですか、俺って。知らないか。色濃いでしょ。全然、そうそうそう。それもあるけど。で今、現時点でいい。いつの間に今日は2回目の撮影ですよ、はい。今日は18時から、待ってますけど、今日遅刻ということで、ちょっと待って、走ろうって聞こえてきて、うーら、また遅刻すいません、LINE 送ったんですけどね。え、何がですか。で、ね、遅刻ってちょっと待って、LINE 送ったらなしになるのよ、いや、え、ゲミなんでだよ。え、今日は何、タクシーまた、ね、いや、今日は、うん、その、暑くて、いや、ちょっと、マジでテンション低いちょっと、マジでテンション低すぎるから、カメラ回ってないとこうなんだみたいな、今、絶対思われたよ。え、今、回ってるんですよね。いや、もちろん回ってるから、で、やばいって、今だから、俺、消さないの知ってるじゃん。いやいや、マジの顔出さないと俺本当にヤバいと思われて。でも、あ、わざと申し訳なさそうでしょ。それそうですよ。なんで嘘つくんですか。本当は申し訳ないと思ってないでしょ。そうですよ、申し訳ないですよ。え、時間があるじゃないですか、二人に。そうですよ、毎回ですよ、しかも毎回。本当すいません、これマジタクシー悪いです。道知らなくて反対行っちゃって。道知らないタクシー新宿で反対行っちゃったんですよ。まあいいですよ、すいません。僕なりね、もうね、多分視聴者飽きてると思うから、そんなまじすけんですよ、これもうカットしましょう、はい、いや、カットはしないけど。なんでなんだなんで今日黒マーツつけてこないの。違う違う、この間の動画の下りで、ああまたあの黒マーツ見てやろうみたいな人が。すいません、え、一応俺も、はい、撮影あるたびに変えていきたいのはやっぱあるんで。あ、なるほど。そうす。あ、そうか、あるもの全部つけて。それしかない、一応らです。じゃないです。あ、じゃないね。一応、ファッションによっては変えないといけないですよ。あ、なるほどね。僕も。ね。あ、なるほど。考えてくれてんだ。当たり前じゃないですか。佐藤さんだって飽きるでしょ。視聴者も。え？え？ちゃんと、新品なんで、丁寧にやってください。すいません。寄れないかな。大丈夫か。ちょっとよ、大事大事、そういうの。あ、ちょっと赤坂くん頼みますよ。これダメですよ、やっぱ。ほら、俺よれちゃってるじゃん。なんとなく確認、ちょっと下に下げますか。よれちゃってるじゃん。そう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 。え、もっと上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 、上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 。はい、めっちゃよれてる、いいよ。めっちゃよれた。いい感じですか。どうですか、どうですか。あ、いいっす、これで。ちゃんとしてくださいね。いや、ちょっと待って、あのね、今ね、本当はね、もっと上ってビロンってね、もっとよれてて、ガハハが撮りたかったんだけど、意外とね、ハマっちゃった。あ、これデロンってね。思ってましたよね、上に行ったら絶対よれるって。そしたら、そのシャツ何なの？すごくない？じゃあ始めていきましょうか。始めていきましょうって、もう始まってます。すいません、佐藤さん。はい、始まってます。じゃあ、もりもり回っております。よろしくお願いします。早く。はい、あ、いいね、いいね、もう早くで分かってくる。いきますよ、天才ホスト。グーシュー、始まりました。はい、皆さん始まりましたよ、天才ホスト、あゆむくんのお時間がやってきました。ありがとうございます。はい、あのね、今日はですね、トップダンディさん入店した後の撮影なんですけど、今日はね、謝ってください。え、なんで。もう視聴者にも、え、トップダンディの皆さんにも、え、ホスト TV スタッフにも、え、謝らないと今日はダメだと思います。今日ね、なんか、なんで、よかったねなんていう話だと思ったでしょ。すごかったですねみたいな。俺マジでいろいろ考えてたんですよ、何なんだろうと思って。いや、え、わかんないんすか。いや、あれっすよね。いや、じゃあもう行きますね、これ。まあ早速行きましょう。見ていいですか、今日のお題。で、まず、密着の撮影はやらないって言ってたから、ね、僕は行かないで、スタッフがトップダンディさんのチャンネルとして行ったじゃないですか。でも僕は初め指令を出してたんです。はい、あのね、入場したら1カメ、2カメ、3カメ、ドンを必ずやって、天才ホスト M ですって自己紹介してくださいって言ったら、いやいやいや、それやったらバカでしょ、あの佐藤さん、あの人
土地狂ってるから俺やらねえからって言って言ってないそこまで。それでしかもあの動画見たでしょ。見ましたよ。え、入店初日のあれ今日アップになるんですよ多分。はい、では確認あゆむくんもしてるっつってて、天才ホストあゆむくんって言ったのはだけ使って1カメ2カメ3カメドンで断ったの頃はカットされてるんですよ。はい、私を欺きました。チャドさん、いや私に散々プロデュースしてくれって散々考えたのにやらないで欺きました。一生に一回のことで。演者の気持ちも考えてください。いや考えてるから考えたんじゃないですかこっち。確かに佐藤さんの気持ち十分マジで伝わって、いや、やったんですけどあれどうカメラ壊してたんですか。はい、嘘ついてる。ではまあいいですよこれ僕のことだからね。ただ一生に一度のことじゃないですか、トップダンディ遺跡のシーンって、はい、それを僕が考えたの棒に振ったのはもう最悪。あの1カメ、2カメ、3カメドンで行けば、おお、やっぱ北条歩夢スーパースターだよ、これジャニーズのステージ出たって目立つぜこいつってなったのに、なんすかあの入場の仕方、なんかテク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 、なんかペコ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 入ってきましたよね、イースイースみたいな感じで。え、なんかもっとなんか堂々と、いやもっと堂々とできないっすよ。やっぱちょっとやっぱちょっとおちゃらけも大事かなと思って。いやおちゃらけっていうよりね、あれはねちょっとビビってます。それビビりでしょ。入ったらビビりましたわ俺。まあ、ではそこは正直でいいかなと思いました。でも最終的にね、だ僕はもういいです。まあ確かにでもね、あのトップダンディさんね移籍したらみんななんかね邪魔するとかね、なんかいろいろ言ってましたけど、なんすかあの温かいお迎え方。びっくりするぐらい俺浮くと思ってたら受け入れてくれちゃって、そうなんかもうまるでトップずっといたみたいな感じになっちゃってて、正直甘いなって。何が甘いな、誰が何が甘いぬるいなって。みんながもっとバチバチ来ねえのって。それってぬるいな、甘えなっていう優しいなじゃないの。甘えなって思います、マジで。いや、わかりました。移籍発表の動画のコメント欄見ました？見ました。全部見ました。え、じゃあ何か言うことないですか？全部見たら。え、マジです。コメントありがとうございます。全部見ました。1から100まで。聞くはなかった気がする。20件、30件。まあ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 、まあ。え、見ました、マジで。はい、っていうか、俺アンチも来てんのかなってちょっと思ったんですよ。アンチなかったっすね、そういえば。マジでアンチなかったんですよ。あの一発目って、うわこいつ昔のやつじゃんとかって来るかなって思ったんですよ。まだやってんのみたいな、書いてなかったんですよね。そうなんですよ。しかもみんなてかね、俺思ったっす、ホスト TV の視聴者が離れてないってことに、これびっくりじゃないですか。知ったんですけど、まず一言言う人いませんか。まずありがとうございます。誰ですか。佐藤さん。あれ、あ、わかりました。はい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 、はい、ありがとうございます。桜さん、そうですよ、桜さん、ありがとうございます。第1個目でしょ、桜さんがわざわざコメントね入れてくれてて、うわ今思い出しよかった俺。いや思い出すとじゃなくて。うわ1個目ね、多分ね、びっくりしましたよ。だってゆうさくさんがね前日連絡くれて、しかも動画見たらはくらさんがねコメント欄にボーン入れてくれて、なんて温かいんだと。俺も思い出した、あれ見て泣きましたもん。泣いてないですよ、絶対泣いてないですけど。あれ見ました、ネギサラダのコメント。なん一人っすよね。はい、ネギサラダのダンス知ってる人って超マニアックっすよ。超マニアックだし、マジで恥ずかしいこと
やってたって俺は23歳っすよね、多分ね。あのバーベキュー行ったらバーベキューの時間調べないで行って終わってて、みんなで牛丼食ってこのネギどうすんのっつって、ネギサラダやったやつっすよね。今でも鮮明に覚えてますわ、あれ。大滑りしたやつね。大滑りしたやつが、はい、結構でも何回かやって、しかも視聴者の方がね覚えててくれたって、また見たいって書いてあったんで、こうやりましょう。いい、なんでなんですか。あ、まあ、確かに視聴者を喜ばせるのも確かに演者の仕事ですからね。いや、やっぱネギサラダを覚えててもう一回なんか見たいって言ってくれた人がいるって、やった方がいいと思いますよ。ここめちゃくちゃ滑りますよ。いや、いいと思いますよ。です、ダメでしょ。ネギがあったとして、はい、両手に、はい、持って、はい、やり方忘れちゃったんですけど、確かネギサラダって言ったんですよね。いや、覚えてるんじゃないですか。めちゃくちゃ覚えてますよ。はい、はい、じゃあ、はい。ちょ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 、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、きついっす。今ので勘弁してほしい。はい、これはきついっす。さすがにこの視聴者、本当申し訳ないっす。ちょっときついっす。まあね、まじで、もうきついっす、あれは。やっぱ時代、知らない人はもう知らなくていいです、このなえ、どうしたって何それって気候に走ったっていうのをたら映るのも逆にいいじゃないですか。逆に何の逆なのいや、まじで、はずでもね、あとね、一番痛かったのはね、服装ですよ。あのオレンジアタックって知ってます？やめてください。違うグループのオレンジアタックって知ってます？じゃあ俺、あのね、あれはね、やばいっすか。やばいっていうか、だから狙ったの全く狙ってない。じゃあ全くその某グループあるじゃないですか、全く狙わないで、とりあえず初日なんかもうあれじゃ目立たないと思って色物着てこうと思って、まあ、てか、まあ、基本色物じゃないですか、俺って。知らないか、色濃いでしょ。そうそれもあるけど洋服とかもやっぱこう色物を着るじゃないですか。これ何目立つかな、目に留まるかな。黒じゃあれもあんま良くないなと思って、わざわざもう着られたんですけど、俺マジで撮影する人にそれ言われて初めて思ったんですよ。どう思いました？オレンジアタック、本当に何も考えてなかったです。で、ああいうとこで俺って本当天然なんだなって思いますよね。天然なのか悪意があるのかどっちなんだいっていう何に決まってるでしょ。悪意なんて、俺なんか悪意を持って行動したこと一回もないですよ。でもね、そこそれやってもね、許されるのがやっぱアイムクすごいなと思う。いやいやいや、本当先生ですわ。うん、だって誰も、だから僕しか怒ってないんですよ。みんな、ああいうの面白いなって。確かに確かに、はい、僕はなんか陽キャだなみたいな。僕はもう動画チェックして、何してんのこの人って。でも どうですか今、実際働いてみてですか。そうですよ、もう、20日ぐらいかな、働いてる。まあ確かに、これ、だから動画もう上がる頃には1ヶ月ぐらいですね、まあ、8月の、まあはあまあ、すぐ出そうと思う。あ、じゃあもう今、売り上げ、今全、現時点で言っても大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。今現時点で2200ぐらい。いつの間に嘘でしょ。本当です。だからこれもう誰も公表してないですもんね、売り上げ SNS に。だからこれ初めて。いや、この後僕 Twitter でつぶやいておきます。殺しますダメです、ダメです、ダメです。いつの俺これっす、今のいつの間にってなったじゃないですか、はい、これが欲しかった。だから締め日に勝っても負けても、え、上がってたんかいみたいな。だ、自分のお客さんにも売り上げ一人にも言ってないですからね。世の中が今俺をいくら売ってたかもっていうのはもう誰も知らないですよ、今この瞬間まで。誰も知らない、知らない、知らない。それなんすかそれ。最後まで聞こうかなと思ったけど本能で突っ込んじゃいましたよ今。いや、まあいいです、今のは。今のは昭和世代の歌なんで、あ、Z 世代ではないんで、あいまくんが大好きな。違う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 、それ佐藤さんが好きなだけでしょ。それ言いたいだけでしょ。俺たち全然違うから。違う違う、 Z じゃないから。
え、じゃあ今もう2200万売ってて締め日まであと1週間ぐらい残ってるんでね。僕がまあ現状今1位です。うわうわうわ。いやでもどうなんですかね、理由が勝てないでしょ。なんか強そうな人結構いらっしゃいますよね。めちゃくちゃいますか。はい、でも立派ですよ。え、マジっすか。はい、2200万売りかけが2000万。じゃあもうホスやめてるって。え、もうホスやめるって。そこまで落ちたら俺はもう現状200万しか売り上げなかったらそれもう移籍する意味ないんで。え、でもじゃあ売り上げは分かりました。どうなんですか、やっぱ皆さんとこうね、やっぱ触れ合ってこう仲良くなったりとかやっぱしていくじゃないですか。あんだけ高くしてもあと働きやすくとかそういうのどうなんですか。いや違う、めっちゃ働きやすいですよ。ヘルプもめちゃくちゃいますしついてくれるんでマジ助かりますわ。この規模数で言ったら今本当に佐藤さんもお分かりの通り、もう人数と箱キャストのレベルもう過去一最強じゃないですか当たり前に。まあもう人数で言ったら稲葉物置に乗るような人数。そう100人乗っても大丈夫みたいな。でも質としてはどこかのもうナンバークラスがゴロ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 転がってるわけですね。もうナンバーワンたちが最後に集ってくる場所じゃないですか。だからもう仕事ができるんですよやっぱり。でもやっぱ下の子も本当教育徹底されてるんでこうミスないしこうヘルプしてくれるし、こう今まではこう自分で何とかしないとみたいなのもちょっとあったんですよ。あ、自力で。要は人数 もその100人とかいなかったんで、やっぱみんなが呼んだらヘルプはいないし、で俺とか被るじゃないですか。で結局自分で何とかしなきゃどうにもできない状態だったんですけど、今もうヘルプがいるってことに逆に本当ありがたいんだなって思いますわ。え？じゃなくて。いやいいですよ。だから別にそれなんかあゆむくんってなんか人とか何かを褒めるときってオチがなくなりますよね。マジでオチ いらないのかなって。え？あ、そういう感じ？なんかクソっすえ？そういう感じ？クソでしたわ。え？クソでした。はい、なんかこれ出会ってこうでさドッカーンみたいのがあるのかなと思ったらヘルプがめちゃめちゃできますね。えっつって、えいや僕どこでこうオチが来るのかなって今待ってたんですけど、はい、だけどでもめちゃくちゃ良くてね、ヘルプもしてくれてしょうもないなって。ちょっとさマジで逆に使ってください。はい。え、はい、やばいっしょ、やばいって思われるっしょ。うん、あやむくんあんま本当は面白くないんじゃないって思われるかもね今のは。うわ、ぶっちゃけこれきついな。ホストティーちょっとやっぱ俺真面目系やめましょうよ。よくないっすよね。はい。え、だ真面目な話なの今の。はい。やっぱお店どうですかって言われると、それを楽しく面白おかしく爆上げして、さすが北条あやむ、もうこんな表現で褒める人なんかいませんよみたいのを視聴者は絶対期待してるんですよ。なのに、なるほど。ええー！あ、その質問っすか？編集で。ええー！わ、トップの。はいはい、そうです、もちろん。なんだよ。今その質問来ると思わなかったんで。マジっすか？はい。ええー！いや今でしょ逆に、だってそのすんのに。ああ、働いてみてか。はいはい、でも全然いい感じっすよ。なんかみんな、なんかポップダンスみたいな。いや、違うでしょ、絶対。なんだって、またあー、なるほど。その質問めっちゃいいっすね。俺も言おうと思ってたんで、動画で。皆さん、見ていただけたでしょうか。北条あやむはやらせなしと言って自分でやらせで編集点を作ってやり直しております。でもいいですよ、多分伝わったと思います。あのトップダンディさんのね、良さはやっぱね、ですよね、うん、俺たち良かったです。
真面目に答えないようにしないとちょっと真剣になっちゃうんで。はいはいはい。じゃあ7月度はナンバーワンかな。まあ、取ったらやばいっすよ正直。いや取らない方がいいね、うん、俺もその気がする。そう取らない方がいい絶対。ここで取っちゃって来月も取っちゃったら逆にどうしますか。いやそれはいい、最高ですよ最高。今月取って来月4とかだったら取らない方がいい。あだったらだって、あ合わせてきたなってダッセーみたいな、一石に合わせてきたダッセーみたいな。だ俺もう阿部やっぱりとりあえず2000ぐらいをこう毎月通らないといけない、最低でもやっぱり。阿部2000、阿部2000。あいいね、なんかそれ阿部2000ってなんかいいね。いいでしょ、うん、阿部3000じゃちょっとダメなんですか。え なんでダメなの。阿部1000じゃあれだじゃないですか、ちょっとなんか弱くないですけど。あの阿部2000っていいね。なんか阿部2000ってこの響きよくないですか。響きいいね。なんかね、あのバブルガムブラザーズって昔行ったんですよ。あれっすか。はい、でトムさん、トムあのトムさんの方、でっかい方、でっかい方。今わかんない人は今この辺に見てください。そう、トムさんが2000年ね、西暦が2000年になった時、トム2000っていう名前にしてたの。あれ懐かしいっすよね。で、あゆぶくんは何。阿部2000ダッサいやでもね、やっぱ毎月2000円のって大変ですけど、トップダンディさんだとやっぱそれじゃナンバーワンになれないじゃないですか。確かに。でもこれあの演歌歌手作戦かなと思いました。そうです、あの1位にあんまなってないけど年間いったら、およえ2億4000万みたいな、えマジでみたいな、で年間ナンバーワン、ええみたいな、アイムってナンバーワンになってたみたいな、それって今乗っただけでしょスタートが悪いんで入ったばっかりだし、でもそんなこと言ってらんないんで、これ見てまずゴンブトが来るからまず待つしかないです。俺ができるのはゴンブト。ちょっと解説してください。ゴンブトの、ゴンブト、お金を使う太い逆。はい、口が悪いめっちゃ使ってくれることをゴンブトって言ってますよ。でも順調なんですよね、歩くん。いやまあまあまあ、ありがたいことにって感じです本当に。じゃあ今日このスタジオ撮影の最後に、トップダンディさん移籍してよかったですか。クソだよ。いや違うと思う。違う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 、俺だって違うって思いましたでしょ。さあ行くよでしょ。そうそう違うと思う。そうもうだからこうやってやってやろうと思ったんだけど、なんか逆どうしても 色のあのやつ一緒。え、あ、いい質問っすね。はい、感じで。え、はい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 。で、再放送。はい、感じでーす。